姫川玲子シリーズインビジブルレイン。インビジブルレインは、本田哲也の警察小説。姫川玲子シリーズ第4作。同じ姫川玲子シリーズの第1作と同じ、ストロベリーナイトのタイトルで映画化され、2013年1月26日に公開された。公文社より二千九年十一月に単行本が書き下ろし小説として、刊行。二千十二年七月に、 公文社文庫が刊行された。これまで、姫川玲子は、警視庁や姫川藩という後ろ盾があった中で、活躍していたのに対し、本作では、警視庁上層部の圧力にさらされ、誰にも頼れない、状況下での姫川の単独捜査、そして彼女自身の禁断のラブロマンスが描かれる。そして本作をもって、姫川藩、ひいてはシリーズの転換点とも言える結末を迎える。 冒頭には物語のキーパーソンである柳井健人のモノローグが挿入されている。インビジブルレインというタイトルはポリスの楽曲インビジブルさんから着想を得たもの。小林光というチンピラ暴力団員が殺害される事件が発生する。姫川玲子率いる姫川班の所属する捜査一課はこの事件を組織犯罪対策第4課と合同で捜査することに なったそんな中、謎の女性の通報から、容疑者として、柳井健人という青年の存在が浮上する。9年前、父親に殺害されたとされている柳井の姉は、生前、小林の恋人だった。実は彼女は小林に殺害されたのだが、柳井が復讐のため小林を殺害したとなれば、姉の事件で、柳井の父を容疑者として追及し、 自殺に追い合った警察の不祥事が明るみに出ることとなる。これを避けたい上層部は捜査本部の刑事部に柳井健人の名前が出ても一切追及するなという命令を下す。納得できない姫川は単身捜査に挑むが、その先に謎の女性の存在が見え隠れしていた。一方、局清司会の会長、牧田伊佐も柳井のことを探していた。彼は、 自らの組を傘下に収める大和会計、石堂組の中で、石堂組はかがし藤本の造反とも取れる行為による内部がかいを食い止めるため、柳内が持っているという情報を欲していた。そして、柳井健との存在を軸に姫川と牧田は開口、二人は互いに惹かれ合っていくが、やがてその禁断の行為は事件を衝撃の結末へと導いていく。石堂組は、 本作でも、しばし名称が登場する日本最大の指定暴力団、大和会の系列組織。ひとし会は、その石堂組の参加の組織であり、そのまた下部組織に、六流会がいる。巻田率いる局清会は、ひとし会と同じ石堂組の直践団体という、位置づけにある。また、大和会は、奥山組二代目、組長、奥山広重が就任しており、 彼の射程が石堂組組長を務めている。姫川玲子シリーズを原作としたテレビドラマストロベリーナイトの劇場版作品として本作を原作に制作された。タイトルはこれまでのドラマと同じくシリーズ第一作と同じストロベリーナイトである。映画は姫川の恋愛描写における菊田、牧田との三角関係を強調した内容となり、 小林光を殺害した人物が違うなど、事件の流れも、小説とは異なるものとなっている。また、制作上では、原作タイトル、インビジブルレインを意識して、雨の降る場面を多く取り入れるなどしている。公開初週の日本観客動員ランキングでは1位を記録した。公開9週名時点で、累計動員は171万人、累計講習は21億1000万円。 上記映画のコミカライズとして、原作、本田哲也、作画、桑村千弘による、漫画、ストロベリー・ナイトから見えない雨が、週刊ヤング・マガジンに2013年9号より、連載され、同年5月2日に単行本第一巻が、ヤンマガ・ KC より、発売予定であったが中止となっている。姫川・玲子シリーズを原作とした2019年4月期放送の、連続ドラマ、 ストロベリーナイトサーガの第7話と第8話にてドラマ化された。ありがとうございます。